音がやばい。大きな音がした。怖っ。明るさ戻った。あ、でもよしよし、これで大丈夫だと思います。あ、風みたいな音がしてるのは多分なんかエアコンが急に活発になって今多分それです。よかった、なんかやばいやつかと思っちゃった。すごい急に活発になるんですよ、うちのエアコン。そうなんですよ。あ、そうで、私今日なんかみんなにちょっと相談したいことがあって、なんかセブンスシングルを12月22日にリリースさせていただくじゃないですか。で、あのそれをなんかもちろん多分なんていうのかな、まあ、NGT48 というグループに所属させていただいて、あのリリースするシングルに参加させていただく小越はるかなので、あのその NGT さんがの大人の方とかがやってくださることもあると思うし、なんかそれが一番大きいものになってしまってるところはあると思うんですけど、なんかなんだろう、もう私も NGT に入るまでは NGT48 っていうグループに入ることにすごく憧れていたりとか、入ったばっかりもその肩書きが自分についてることに舞い上がっていたりとかしたんですけど、なんかなんだろう、徐々に気持ちが変わってきて NGT48 っていう肩書きに頼ってはいてはいけないとも思いますし、なんだろう、 NGT の小越はるかですっていうよりかは小越はるかですって言いたいなっていうふうにも思いますし、なんだろう、その大人の方々が引いてくれた線にそのまま列車として走っていくだけじゃ多分今はダメで、それでいい時代もあるかもしれないけど今はそれだけじゃダメな時代だと思うから、なんかやれることをやりたいし、しかもそのやれることはなんていうのかな、なんか頑張ったけど結果はついてきませんでしたとかじゃなくて、すごいすごいことをちゃんとやれるようになりたいっていう風に思ったんですよ。しかもセンターをやらせていただけるから大チャンスじゃないですか。だって NGT はセンターを毎回変えてるグループだけど、私は今回2回連続センターをやらせていただけるなんてもう奇跡っていうくらい、しかも私がだよ、私がセンターに立てるのも奇跡だけど、それが2回も奇跡が続いちゃうなんてもう超奇跡じゃないですか。私も人生の中の運のほとんどを使い果たしたというくらいの気持ちなんです。だから次のシングル、またなんか6枚目シングルの時も、6枚目シングルから7枚目シングルが発売されるまでのこの期間みたいな感じで言ってたけど、7枚目シングルも先を見据えたことを言いたいなっていうふうに思っていて、7枚目シングルから、まあ、8枚目シングルを出させていただける期間が、スパンが短いと嬉しいけど、8枚目シングル出させていただけるまでの期間、私はセンターとして全力でやらせていただきたいなっていうふうに思うんです。で、もうちょっとでリリースまで1ヶ月を切るんです。なんか6枚目シングルの時はその選抜メンバーと一緒にコラボ配信をやりますとかっていうふうなことをやってたけど、なんだろう、それってなんかうち、それもいいんだけど、もちろんそれもやってもいいかなとは思うんだけど、なんかこう身内内だけっていうか、なんか外にもっとこう、外って言ってもまあ世間の皆さんにしていただくとかっていうのは結構ハードルが高いことだから、48グループのファンの皆さんに知っていただける機会とか、まあ坂道さんとか、あのイコラブさんとかノイミーさんとかのファンの方のこの層に知っていただけるようなことできたらなぁ
とか思うんですけど、なんかね難しくって、私なんかでもなんていうのかな、まだ私こんな分際だから、こんな分際っていうか、そう別に何かすごいなんていうの、すごいすごい、もうすごいアイドルじゃないから、別に大人の人に何も言えないし、そうでもなんかそうなんていうの、中途半端っていう言い方は違うけど、ちょっとしたカウントダウンとかじゃなんかあんまり中での盛り上がりでしかないじゃないですか。でも毎日やることって結構大変なことじゃないですか。だから大変なことをやるのは、あすごい頑張ってるねっていうのでいいかもしれないけど、それをなんていうの、なんかどうしたらいいのかっていう話ですよね。どうしたらいいんだろう。なんかでも他の人にいろいろ提案したいなって思ってることがいくつかあったりして、できることもなんか限られてくると思うけど、なんかアイディアとかがあったらなみたいな。だって私パーマかけてないです。これは巻いてるだけです。そうやりたいの。そうやりたいことはあるんだけれども、ツイッターでトレンドに、あ、それはね、それはめちゃめちゃなんていうの、すごくいい。私が今まで活動してきて一番いいと思ったのはツイッターのトレンド入りです。それはメンバー発信でできることの中の一番影響が大きな影響を及ぼすことができるものだと勝手に思ってる。でもそれはリリース日に何をやるかにもよるんですよね。リリース日に何かやるとしたら、それなんかリリース日にトレンド入りができてたら、NGT の公式さんが7枚目シングルのやつをどういうハッシュタグとかで投稿ツイートするのかわからないけど、その前に勝手に作っちゃうとかでもまだタイトルとかが発表されてないからなね。でもなんかオーサムってあれなんですよね、あのオーサム、ハッシュタグオーサムだけだとめっちゃ外国の何なんか違うオーサムがたくさん出てくるんですよ。普通に外国語でなんかオーサムって使うから、そうそうなんですよね。で
なんかオーサムみんなでともう一つは私が考えたやつでみんなで驚けなんですけど、それもなんか後々考えてみたらなんか2つあるのってなんかややこしいかなとか思い始めちゃったし、まあ、これはオーサムが曲のタイトルだからまあしょうがないんだけれども、なんかさどう、でもいや2つあっても別にいいのかな、なんかでもそういう問題じゃないよね、そういう問題じゃない気がしてくる。2つあってもいいけど、まずあれだよね、なんか初見さんに見つかったとしても、初見さんってかそんなにライト層の方がツイートしてくれるにしても、オーサムみんなでっていうハッシュタグの存在を知らないとその共通ハッシュタグにたどり着かないじゃないですか。曲名だけのハッシュタグになると他のものが出てきちゃうから、どうしたらいいんだろう。TikTok でバズらせて宣伝、確かに TikTok ってバズらせるのってむずいよね、どうしたらいいんだ。でもさ、ファンの方がさ作ってくれた動画がアイドルさんのね、それがバズってるとかで流れてきて見るのともかも結構ある。公式でも出すし、みんなで出すのもいいかもしれない。逆にそのアイドルがアイドルっぽくないことをやるとか、あ、こんなアイドルもいるんだみたいな方面でいくのもありかもしれないですよ。歌とかダンスとか可愛いとかっていうのがなんかアイドルの要素な気がするけど、逆にそこをカキョーンと言ってしまうでもそれにって結構振り切らないととか、結構今後の自分のアイドル人生をかけてまで本当にどうし、多分大人の人だけに頼ってるわけにはいかないと思うんだ。ああどうしよう、私も営業とかやりたいうちの NGT の〇〇どうですか、使っていただけませんか、私もやりたい。
席ビラ配りやったの。あ、そうなんだ。でも今コロナ禍だからっていうのもあるよね。なんかさ、そういうのが、ビラ配りどこでやってたんですか。確かに私のいなかった時の NGT のこととか、ビラ配り新潟でやってたの。渋谷とか、あ、そんなところでやってたの。小中学校で無理やればいいですね。村巡り、うんうん、ポスターも分かる。 48NGT 物語を悲しい。くまさんありがとうございます。ありがくまさんです。くま、はあ、なんかコロナ禍っていうのも結構辛いですよね。今一番強い SNS って何なんだろう。 TikTok なのかな。TikTok ライブをなんかもっと頻繁にやるとか、なんか結構 TikTok ライブをあのあれ新潟総踊りの時にみんなでやってたりとか、あとその前にちかなとみゆみゆと私の3人でやった時も、あれ TikTok ライブやったら結構フォロワーが増えたんですよね。あの今みんな NGT のアカウント一つでやってるんですけど、なんか投稿とかで地道に伸ばしていくっていう方法もあると思うんですけど、とかそれが一個バズったら結構グンっていくかもしれないんですけど、でも TikTok、 私 TikTok に疎いんですよね、すごく。なんか TikTok ライブとか、 なんかインスタライブショールームとかだったらあれなんだけど、なんか可愛い踊りとか、あれ一個一個さ、ダンスさ、みんな自分でさ振り起こしなんかやってんのかな可愛い。あ、若者向けね、確かにね。なんかどの道が近道なのかとか、でも近道が本当にそれでいいのかっていうところですよね。なんか他のこうアイドル好きの方、そういう層の方からこう NGT に流れてきていただくのがいいのか、それはまあ手っ取り早いかもしれないけど、長期的な目で見た時どうなんだろうかみたいな。でも広いから結構坂道さんとか、そのイコラブのイミさんのあたりとか、もう48とか全部入れたら結構だからね。私あの危機感があのあるんですけど、ちょっと話しても別に焦ってるわけではないんですけど、でも6枚目シングルでセンターに立たせていただいて、あの5枚目シングルの時より伸びたとは言ってもらえたんですけど、でも7枚目シングルと6枚目シングルが同じくらいだったら、あ、大声もここまでかって感じになっちゃうじゃないですかそれは悲しいから、ちゃんと自分で動いて
なんかしないと、いただいたお仕事だけ淡々とやってるだけじゃ絶対ダメだし。重要な問題だ。でもね、どうなんだろう。なんか私は参加したことがないんですけど、 AKB48 の、 総選挙に参加してみたいなって思って、今 やってないじゃないですか。今後やる予定あるのかわからないけど、なんかそれ結構大きいじゃないですか。48グループ全体っていうと結構人数いるし、そこで何位にランクインしましたみたいなのがあったら、それがもう結構大きな肩書きになるじゃないですか。うん。しかもそのイベント自体がもう全国的にすごい昔から伝統的な文化で、なんか結構大きいイベントじゃないですか。一度でいいから参加してみたいなっていう気持ち。何、ハルルンとのしゃべりか、あっという間に終わるので。枚数マシマシで買いました。嬉しい。ありがとう。知名度上げたい。どうやったら知名度上がるの？こんなにストレートに言うことある。知名度を上げたいです。知名度を上げたいです。どうしたら知名度って上がるんだろう。でも別にって思うっていう一つの大声はるかがいるじゃないですか。でも今センターに立たせていただいてるから、自分のことだけじゃなくてグループのことも考えないといけないじゃないですか。グループとしてはやっぱりなんかメンバー同士の掛け合いが面白かったりとか、すごいメンバー同士が尊敬し合ってるグループって強いじゃないですか。それはなんていうの、本当にそうなんだなっていう、なんかそれのなんていうの、いろんな個性があるから、なんかそれが重なり合った時のこう、もう新しく一人と一人だけじゃ生まれない新しいこう雰囲気とかがすごいハマるみたいな。グループってやっぱ強いじゃないですか。で、人見知りの私が言ってるのも変な感じなんですけど、難しい。どうしたらいいの。知名度上げたい。知名度上がってくれ。何？ねえ。有名人を村民、有名人の村民を迎え入れる。待って、どこから見てたんですか。恥ずかしい。すごい。確かに。有名人村民にしたら確かに。でも最終的に私の性格がもっとガツガツいけばいいんですよね。
そうだよね、なんかお仕事でさ共演させていただいた方とのさ、こうなんか今後ともよろしくお願いしますの今後とももうちょっと近いうちにいろんなことができたらさ、そこでもうなんか人が広がるじゃないですか、なんて言うんだっけそう、私友達いないからな。あ、そう、人脈人脈、その言葉が出てこなかった。パイプ、あ、そうそう、今日かえりちゃん喉痛いみたいだけど、はるるん大丈夫？え、なんかみんな、なんか私も鼻水が今出ないけど、外にいると今日寒くって鼻水出るんですよね。今はそういえば鼻噛んでなかった。私最近ずっとショールーム中も鼻水噛んでたんですけど私今日真面目かもしれない今日私真面目かもしれない。あ、待って、助けて、待って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 、キーボードのマイクなんとかが機能しちゃってた。ハートありがとうございます。もともと真面目。え、ねえねえ、ファンの方の中でさ、私が本当はさすごく真面目だし、なんか自分で言うのもあれだけど、すごくしっかりしてることを知ってる人ってどのくらいいるんだろう。え、あの、自分で言うのもあれなんですけど、私結構しっかりしてるんですよそう、どのくらいいますかね。みんな割と知ってる、知らない人もたまにいる。あ、知らない。でもね、なんか私って自分でも、だから最初の最初から私自分はしっかりしてる、真面目だ、頼りがいがあるって自分で言ってるんだけど、なんかそれを、え、自分で言うの？っていう人と、あと、そうだよね、私なんかずっとハルルンはしっかりしてると思ってたよって言ってくれるファンの人と、どっちもいるんだけど、なんか中にはなんかこいつはなんかもう作ってる計算だみたいな、いやいや、だから最初から私はしっかりしてるって言ってるじゃないですかって思ってる私はだから最初からしっかりしてるし、何が計算なの？しっかり、しっかり者最初からそう、しっかり者って自分でも言ってるし、しっかり者な対応をしてるのに、なんで後からなんかこの子はなんか計算高いんだみたいな、会計係、それは会計係です、ジャイモンクラブの会計係です。そうなんですよね。で、計算高いイコール性格が悪いみたいなところまで考えすぎてる人がいる。どうして？
でも別に私思うようにいかないことばっかりだし、でもまあしっかりはしてるんですよ。そう、私しっかり者。何回言うねん。しっかりんこ。そう、人生において計算は大事よ。あー、そっか、確かに。でもからしっかりしっかりんこ。根が真面目、根っていうか別に葉っぱの先まで真面目です。そう、根は真面目というかもうそもそもが。おう、うまい返し、褒めないでよ。真面目に言ってんだから。だから7枚目シングルをなんとかしたい、したい。なんかネットニュースとかいろんな雑誌とか新聞とかに取り上げていただきたいし、テレビも出たいし、欲を言うと私は何かレギュラーのものを欲しいとか思ってるし、女優さんのお仕事やりたいとかも思ってるし、もうそこまで来ると自分で営業に行きたいまで行く。最終的にそこに行き着く。自分で足を運んで、うちの大声はるかを使っていただけませんかになっちゃう。ついてきたい。あー、オーディションとかって、48グループって、私わかんない。オーディションとかある、なんかその何、ドラマとか舞台とかのオーディションを自分で受けたいですって言って受けて、受かってそのお仕事やらせてもらえる人っているんですかね。あんまり48グループってそういう体制じゃないように見える。まあ、確かにオーディションとか受けて、難しいな。あ、もう50分になっちゃった。じゃあちょっと歌います。急ですけど歌います。コンセントこちら。ゆうかちゃんのコンサートでも目立つ子だと思ったけど、嬉しい。あ、歌います。ありがとうございます。ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、おお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 
リロラ、ロラリレリロラ。イエーイ、これから先も何があるか、一寸先の未来もやった、心配ばかりしたって始まらないだろうよ。だから今は踊れ踊れ、無我夢中で。とっておきの笑顔を見せて生きていれば、いろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかはか。オサムの歌詞って本当にいい歌詞だよね。曲もだけど。それではじゃん、いきます。ハルカムラジオ来福賞いくぞ。おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、遥かに集中、遥かに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのはハルルンだけ、見えるのはハルルンだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、ハルルンは優しい、ハルルンは優しい、ハルルンをそれはそれは熱く押す、ハルルンをそれはそれは熱く押す。ありがとうございます。続いてじゃーん、新潟アルビレックス BB 応援条例副賞いくぞ。おー、アルビ BB を応援するときだけは村から出てもよい、アルビ BB を応援するときだけは村から出てもよい、バスケットライブを見て村で過ごす、バスケットライブを見て村で過ごす、村でアルミ BB の告知はギリ許す、村でアルミ BB の告知はギリ許す、試合中はアルミ BB の応援に集中、試合中はアルミ BB の応援に集中、アルミ BB ブースターをやめないというよりやめられない、アルミ BB ブースターをやめないというよりやめられない、それでもやっぱり見えるのはハルルンだけ、それでもやっぱり見えるのはハルルンだけ、ホームゲームの日はアオーレ長岡でエンジョイ、ホームゲームの日はアオーレ長岡でエンジョイ、アルビ BB も押すことを許したハルルンは優しい、アルビ BB も押すことを許したハルルンは優しい、ハルルンと一緒にアルビ BB をそれはそれは熱く押す、ハルルンと一緒にアルビ BB をそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。ということで今日もこんな感じかな。それでは壇上の方を、あ、やばい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 、壇上の方、壇上の方呼びますね。ちょっとじゃあ1位の方から呼んでいこうかな。ちょっと途中で切れちゃう可能性もなくはないから。1位、いつもの人ちゃんさん、間違えた、3。2位、トヨさん。3位、おしょうさん。4位、文生さん。5位、ゼータンさん。6位ユードさん、7位タダッチさん、8位マンナジャさん、9位トシヤさん、10位マッハさん、11位サカケンさん、12位 SS さん、13位カンクロウさんです。はい、ありがとうございます。まだ切れてない？切れてない？あ、切れてなかった。あと15秒くらい。みんなありがとうございます。それではまたねー。7枚目シングル
楽しみだねみたいなことツイートしてくれたら嬉しいかもです。